鹿戸裕一は、日本中央競馬会美穂トレーニングセンター所属の、調教師で元、元騎手。元調教師の鹿戸孝二、鹿戸明兄弟は親戚。長女は、バジ文化応援アイドル、王家の奇跡メンバーのなるせこと。バジ公演を卒業後、1984年に、久保田金造級者所属で、騎手デビュー。同期は、坂本克美、中立英治、伊哲光一。 木畑初広、谷中孝一らがいる。初起城は、同年3月4日、中山競馬第一競争の菊のファイターで13頭立ての9着。初勝利は、同年10月27日東京競馬第一競争のグレーカスタムであった。1991年に、師匠の久保田金蔵調教師が死去し、旧社が解散したため、フリーとなった。また、 同年のアングロアラブの重賞、玉椿記念を淀の力で制し、重賞初勝利を飾った。しばらく重賞価値がなかったが、1998年にマイネルプラチナムで札幌3サ歳ステークスを制し、7年ぶりの重賞勝利を挙げた。その後は、B マイナカヤマとのコンビで2000年と2001年のガーネットステークスを連覇するなど、ダート重賞で活躍した。 ダートグレード競争も1999年6月10日の北海道スプリントカップと2001年12月10日の栃木マロニーカップおよび群馬記念、時対象展、柏記念を勝利している。2001年12月9日、中京第8競争で軍トラムに起乗し一着、通算300勝を達成した。2007年3月に調教師免許を取得し、機種を引退。 騎手成績は5487,346勝、重勝は4勝であった。騎手成績を主な騎乗馬騎手時代の末期から調教に参加するなど関係が深かった藤沢和夫調教師の下で技術調教師として学んだ。また、この頃に同級者で管理されていた全野ノロブロイのイギリス遠征にも帯同している。そして2008年3月、 2月限りで定年で引退した、マスザワスエ調教師並びに、矢野進調教師の旧社を実質的に引き継ぐ形で、旧社を開業した。初年度は18話棒が割り当てられた。3月2日に管理場が初出走を迎え、中京競馬場で行われた、オースと区別に、大和ジーニアスが一番人気で出走したが4着だった。2008年11月9日、 第46回アルゼンチン共和国媒に、スクリーンヒーローが出走、エビダー・マサヨシが起場し、重賞初勝利を挙げると、3週間後に出走した第28回ジャパンカップでは、ミルコ・デムーロ・アンジョーで出走し優勝。旧車開業から約1年という早さで、GI 競争初勝利も記録した。調教師成績主な管理場主な旧車所属者、有馬記念、父は、鹿戸調教師、 バジェ文化応援アイドルなるせことブーケドール大好き。端正な顔立ちで一生懸命。スパニッキーアネックス、スポーツ日本新聞社。26ディセンバー2020。2020年12月26日、閲覧。ABC、鹿戸岳志、最後までヒヤヒヤ、ドキドキ、JC。スポーツ日本新聞社。2016年11月11日、閲覧。 鹿戸武氏開業初年度で G1 初勝利スポーツ日本新聞社2016年11月11日閲覧ありがとうございます。